本。グソ、天候頼む。さあ、イエスサー。天候だ。全員整列せよ。軍曹アーミーメン123、ハムエイリアン123。ん？レックスはどこだ？レックスなら空たちのことをバズに信じてもらうんだって言ってテレビゲームコーナーに行ったぜ。まだそんなこと言ってたのか。ん？俺たちのこと？ハートレスもいるし早く連れ戻さないと。ああ、ソラ、ドナルド、グーフィー、もう少し君たちの力を貸してもらえるかい？もちろん！頼もしいな。レックスはゲームコーナーだったね。出発！まあこんなにかっこよくはないけど、服は似てるのかな。あ、なるほど、ゲームキャラクターのフィギュアか。バズ、これで納得しただろ。ソラたちも俺たちと同じおもちゃだ。まあそうなるな。この格好ってドナルドの魔法だろ。どういうこと？だから似てないでしょ。ソラよりリクに似てるよね。おいしいね。おい、似てるだろ、黒っぽい格好とか。それだけ？ともかくこれでみんな揃った。すぐにアンディの部屋に帰るぞ。ちょっと攻略本見ていきたいんだけど、バハムートが倒せないんだよ。ダメだ、ここに長居はしない。そう急ぐことないだろう。ゼアノート、まだ実験中だ。出て行かれたら困るな。用があるのは俺たちだけだろ。ウッディたちを巻き込むなよ。光の守護者らしい言葉だ。ならば最終段階に進めるとしよう。ねえ、バズどうしたの？おい相棒、冗談はよせよ。起きろ。嘘だろ、バズが操られたって。なんてことするんだ。最初に言ったはずだ、つながりを分かつ心。
抜け殻が心を宿すせ、彼らは強いつながりによって心を得ている。そのつながりを別々の世界に分け、不安と疑心が芽生える中、心を保ち続けられるのか。さらに空という異物を入れて揺さぶり、最後に決定的な溝を与えた時、強いつながりがどれほど大きな闇を生み出すのか、間もなく答えが出るだろう。シュワー、なんとかして。今行く。邪魔をするな。この世界ではお前はゲームの中の住人だそうだ。ならばそこからこの実験の結末を確かめるといい。もっともそんな余裕はないと思うが。何か方法があるはずだ。バズ、ウッディ、待ってろよ。
当然。大丈夫か、ソラ。あ、俺は大丈夫。みんなは？バズは？闇の回廊に消えちゃった。そうか。ソラ、なんとかならないのか？俺の力では闇の回廊は開けないよ。闇の回廊の中にバズが消えたのですか？そうだよ、軍曹。打ち手なしだ。同じものかは分かりませんが、闇のモヤモヤしたものならキッズスペースで見ました。キッズスペースへはベビートイコーナーの出窓から通じています。私が先行して開けておきます。お手柄だ、軍曹。行こう、ソラ。あ、うん、絶対連れて帰ってきてね。頼りにしてるぜ。頑張れ。気をつけて。ああ、親友を取り戻してくる。